はい6月号の9課題になります。草かむりの書き方ですね。立てて引っ張り込む形の方がバランスが良くなるかと思います。しっかりとこの交差点からですね、えー、縦横、横縦の交差点からしっかり出すと、右払い、左払いですね、バランスよく見えると思います。木という字もそうですね。ちょうど交差点からしっかり出すようにしてみてください。あと草かむりは立てて引っ張り込むイメージですね。 立てて引っ張り込むイメージになります。立てて角度は中に入ります。四角く組む場いねえ。こういう形の組み方の方がバランスがよく見えます。こうした時に角度かなり入ります。まっすぐまっすぐで、こうですね。と、えー、奇変、柳ですね。で、最後、指を使ってまっすぐですね。 はいこういうところを気をつけてみてください。はい続いて段課題になります。段課題は連綿ですね。いつものように連綿がえー、息長く自覚につながっていけるように書くには少しゆとりが必要になります。握って書くのではなく少し緩めてもらってですねこの状態にしてもらって3文字ぐらいは一息で書けるようにですね。2も。 にも振りしきる振りしきるふからりしきてききてりですねるですねこういう形でいきなりかけるようにねえー、指を握らないようにねか,かく練習してみてくださいはい続いて横書きになります横書きはまあ一時一時がしっかり安定するように書きたいので、えー、左にしっかり貼る 作りは右にしっかり貼るっていう感じなので右左ですねしっかり貼るようにえ左にそして右にですねこういうふうにしっかりバランスよくって形になりますと感じる感だけ書いていきました。これしっかり立てて位置口ですねそして斜めに書いて下に心になります心の書き方ですけど最後の最後少しだけ上に 最後のね、最後最後の最後だけ少し上に上げると、え右下がった感じにならバランスよく見えると思います。こういうところを気にしながらやってみてください。